こんばんは。どうも、私です。今日は別日に収録していて、収録と言っちゃって、可愛さをアピールしている私のことは、一個でも覚えて帰ってもらえると嬉しいです。私は誰かというと、そう！最近流行りのあの曲、グッバイ宣言やっていきましょうか。なんだろう、完全再現から、さあ、ラン。宣言や、これは家に引きこもってよ正義ですからね。ありがとうございました。正義。さあ、人気ランキングのコースからやっていきましょうか。これね、クリア率 5% だったから、まあ、ちょうどええかなぐらいの感じで進めているんだけど、大丈夫。あ、いいね、そういう感じね。うわ、リハビリ全然できない。やばい、これはね、正直しんどいいや、待って待って、全然わかんないんだけど。ちょっとこういうのもできるっていうところをね、私見せながら行くのがもうプロというものですからね。なんでやねん。おい、全然先に進めねえぞ。どうなってんや。おいおい、待って、これね、今多分グッバイ宣言終わった後から流して、おー、もうしゃがまない。そう、マリオメーカーが好きな子たちがとか、もしかしたらグッバイ宣言が好きっていうね、子たちがいる中でのこのうまいプレイを見せないと。いや、でも私はそもそもマリオメーカーでうまいと言えるのだろうかなと、これね、一つ言わせてほしいのが、これやりながらやっぱプレイするのってね、相当難しいと思うんだよね。普通は無言じゃやるのって、ほら、だからできないんだよ。やばい、終わんない、全然終わんねえ、どうしよう。もうガチで一発で決めていいですか。さっきまではちょっとお調子者のコロン君ということを見せつけちゃったかな。でも可愛さはもういらないから、危ないからやめて。ここで、はい、こうで、横、おい、こい、お、横よくわかんない、危ねえ危ねえ。もういける、中間なんだよね。分かってる分かってる。ここも華麗に一発でクリアできるということが証明されちゃ、声がね、まあ寝起きだからもう無理フラグ、さよなら。まだ朝ごはんも食べてないからさ、もうね、声がガッサガサの状態からね、ほら、もうできない。もうお前を料理しちゃおうかな。ここで、はい、しゃがんで、なんで蹴るのお前、バカだね本当に、あんたって子は。いや、 5% はそんなに難しくないから、やったやれる、いける、全然僕ならいける。おいよ、そこで、ほい、渡してって、ここでも、ほい、ほい、渡して、さらに運搬作業です。アマゾン宅急便アマゾン急便です、よろしくお願いします。いいよいいよいいよ。はい、右左右左と言ってて、もうここまで来たら作業芸みたいなもんだわって言いながら、反射神経の問題がね、皆無。はい、もうここで、なんでここから始めたっていうことは、だってもうクリアできるから、やっぱクリアするところまでが最初から最後まで見たいっていうね、リスナーの気持ちを代弁してやったっていうわけで、最初から最後まで今やっておりますね。本当は途中からやるはずだった可能性も出てきたんですが、これはですね、もう僕が決めちゃいますよという断言ね、断言しちゃってるから、この可能性をゼロに、を何を言ってるのかもだんだん分かんなくなってきた。そういうことなんだよね。やっぱりまだあるんかい。全然カット、またじゃあ最初から途中でやっちゃう戦法、いや、そんなことは、もうガチでやるわ。じゃ、一回集中して無言、さよなら、よーっと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 、カットするかと思ってた。ありがとうございます。なんやねん、これ。次。まあ、そして僕と言ったら、このバトル系ですよ、バトル系。毎回1位にね、なって、切りよく終わりにしようみたいな風に毎回言ってたやん。そして食べます。実況中なのにもかかわらず食べます。何かを食べてるのかは、皆さん当ててください。いきますよ。わかった。わかった。さすがにこれはもう音でもわかるでしょう。正解は、てれれれれれれれん、こんにゃく畑。まだ入ってんだって、食べ物が、食べてんだよ。ルイージは負ける毎回さ、こうルイージを選択すると 100% 負けんだよ。で、あの、このピンク色のさ、キノピコちゃんだっけが勝つっていうね、なかなかのこのシナリオがもう出来レース的なのができてんだよね。だが、しかし僕は、海水浴を 100%
はピンクが強いんだな。あれやられてるぞ。でもそんなこと言いながらやられてる。あれ勝てんじゃないかワンちゃん。みんなでもそんなに、ほらほらほら、マリオがやっぱ主人公か。どけよクソキノコ。ソテーにすっぞマジで。お前やばいやばい、みんな怒ってる。ここここ、こうしてこうやりながら、はいはい、協力しましょう。マリオがやだ、最悪やあいつ。てかさ、わかった、これね結構ね簡単っていうか難しい。簡単どっちどっちなんだこれ。このままこっちもう行こうぜ。でそれでちゃんとやれれば僕1取れるわ。なにこれ、もしかして隠しルートなんじゃないの。あれ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 、これはここで、はい、ジャンプジャンプ、やばい来てるな。ピンクやろ、危ない。これは50コインだけでしょうか、それともまだあっちにあるのかな。これは壁キックを伝っていくんだよね、知ってるよおじさん。おじさんね、最悪や、もう死のうか。待ってくれよ、ここまで来たのにさ。え、あそこじゃないのか。じゃあこっち側か、こっちの方に行って壁ジャンプ。よしよしよし。でも僕まだ1位なんじゃない、実は。実はと言いますと、はい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 、まあそういうことなんですよね。ありがとうございます皆さん。これ絶対死ねない、死んだら負けやから、死んだら負け、このゲーム死んだら負けね。よしよし、ちょっとなんかラグいな、ちょっとラグいよ。全然実況になってないけれども、キノピコ、キノピコいるかな、キノピオか。あれこれ1位じゃない僕。ありがとうございます。あれあれあれ、みんなおかしいな、ちょっともうゴールしちゃっていいよ。グッバイ宣言、今日はグッバイ宣言をめっちゃ使うよやったぜ、いいねって。あ、喜んでくれてる、ちゃんといい仲間を持ったわ、協力しましょう。やだ、1位取っちゃったんだけど。ちょっといいっすか、2回連続いっちゃって。あのね、なんで2回連続というかやる羽目になったかというとですね、まあちょっと動画短いからっていう動画的にもまあいい感じになろうかなというね、僕の安易な考えでやっていくわけなんですけれども。あ、主人公のマリオ来たよ。今日は調子ええからな、頑張りましょう。これどうやってさ、コメントをやるんやっけ。あ、もうできないからええわ。おい、かぶるなよ、かぶるな、一番きつい。あ、僕の水色の青や、これは勝ったんじゃないか。いいよ、こじですね、バネ使う感じか。いやだ、あ、終わった、あ、終わり、お、終わった、終わった、終わった、たたたたなんかそんなの TikTok で流れてた、お、終わった、終わった、たたたたたたみたいなね、そういうの流れてるよね。もうダメだ、もう私はダメだな、これね、こっちね、こっち山がいける、全然いけるか、いけないねいけないね、いけないねって思ってしまった自分がいる。はい、だーまあ味噌漬け、味噌味噌いや悔しいじゃん。あ、違う、2連勝をやっぱ目指していこうかなと思うんですよ。さっきさ、そう取っちゃったやん。だからね、初めて作った、もう初めて作ったの僕の本番にやらせるな、だいぶハードル高いよ君やってること。まあそんな感じで2連続でねやっていきたいなと思います。なんか相手強そうやな、大丈夫か。これさ、僕ビリケツじゃん、僕ビリケツや、早くしろ鍵を探す、ここなんで、早く入れ、よしよしよし、2回、これで何するのかな。かまだ間に合う、まだ間に合う、全然いける、全負けました、もうまだまだ。え、なんてか僕だけ中間全員あるんだ。このキノピコちゃんはさ早いのかな、それともまだ絶対あると思うよ僕的に。僕がどこだかわからない。これね、ここで、はいはい、鏡、いや暗いね、配信映えは全然しないやつ、どこに行けばいいのかな。おい、落とすんじゃねえよマジで。これ行き止まりなの、行き止まり絶対ジャスティス何でもつなげようとする。待って、どこだ、こっちに行けばいいのかな。お前ら協力するぞ、そして僕は死ぬぞ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、わからないから、わけわかんないから。これ土管の中に入んのかな。え、違う、あ、違うわ、入らなさそう。これ左じゃないのワンちゃん、あれ違うね。わかりました、そうして入ってこっち行くのか。くわー、やめろー、大丈夫大丈夫、まだゴールじゃない、ま、いやー。さあということでね、2連勝やっていいかな。いやいや、2連勝、そうだよ、だって連勝だからね、1回勝って、いやこれも負けたらもう終わるわ、絶対に終わる、絶対にもう何も、うわ、ゴールっていうコメントも見せずに終わらせるわ、エンドを迎えるからね。よし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 、さあやっていきましょう。またマリ
リオかよ。マリオ勝てる自信がないわ。これ大丈夫か。はい、このゼルダの伝説の剣を取ったやつが勝てると思うんだけど、ほら最悪。おい早く使えよ、ボム使ってみんなやる感じね。でもルイージに剣持たせたらまんまお前あれやねんか、お前ね。なんかゼルダ何にも言えなかった。おい何やってんの。ガードでもうルイージ死んじゃってるよね。みんなで協力する系やんこれ。まあいいんだけど、やってくれればいいんだけどね。早くしろ。おーい、え、これ曲げる。でそんなね簡単なあれじゃないよね。これはみんながもうどの使い方すればいいのかわからない。私やだやだ。あ、終わった。また終わったかな、これ。終わってはないよね。ありがとう、ゴンザエモン。よろしくお願いします。おい、どうやんだよ。これ、ボムじゃないの。ちょっとずつ。で、早く。ここ僕は何色なんだ、一体何色か忘れてしまったし、幼少期に戻るコロン。よし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 よ、これは死ぬんじゃないの。うわ、そういうことかそういうことか。で、最後、弓ね。弓、ここ弓、僕が、いやー、ダメだー。これ絶対ゴールではないんですよ。まだまだまだ先が長いですね。鍵を、お、ここら辺やろ。お、分かってる分かってる分かってる。早くしろ、早く持ってこい針金すべて持ってこい、お前ら。もう鍵を取ったもん勝ちやから、これで。あ、キノピオもうできなくなっちゃってる。え、これ最初から戻んなきゃいけないのかな。お、いけるじゃねえかよ、最悪や。おい、なんでやねん、お前。僕の努力をお前らはすべて無駄にするのか。ちょっと待ってくれよ。え、これやばいから、あいつもうゴールしたらもうエンディング迎えるからね。マジで本当にいい加減にせえや。オッケーオッケーオッケー。青色のこのね、キノピオ一緒に頑張ろう。いいよいいよ。あ、ここのね扉ね。え、これどうなってんだろうな。やばい、これゴール、うわー、やめよう、このクッソゲー。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。